本の世界に入れるとかっす。で、その中で解決しろよってことね。お、どうなるんだ、ここで終わるえ。あ、秋田川だ。 アアニメリアクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、文豪ストレイドックス第22話見ていこうと思います。はい。というわけで、俺が見たい部門ということで文豪ストレイドックス見ているわけなんですけれどもね。相変わらず見ていこうと思います。はい。まあね、本当に色々と見ながら、まあ今回で最終回まで溜め撮りしていくと思うので、まあ色々とね、こうなんか楽しんでいこうかなというふうに思ってるんだけど、まあ映画がね、レッドアップルがね、まあ2期の後にあるので、まあこれ最終回の後に デッドアップルが上がりこの次3期っていう感じで始まっていくかなという風に思いますはいまあそんな感じでねまあ本当は3期を先に見たいんだけどやっぱりデッドアップルの方が大事なのかなっていうことでデッドアップルを見ようかなと思うんですけどどっちがいいですか <laughs> 今このタイミングで聞くの間違ってんだけど、まあ、どっちがいいのかなみたいなところでまあいろいろと悩みながらもまあとりあえず映画を見て、えー、やっていこうかなという風に思いますはいというわけで今回も楽しく追っていきましょうそれでは見ていきましょう文豪ストリドックス第22話よーい 見ていきましょうよいスタートーさあ見ていこうなにこれ推理遊戯なんか共闘するみたいななにこれ謎解きおおよさなきこさんとおペン推理勝負 偉い人です。誰だ設計社長、ポーポーモルグ街の。この行は十文字である。この行は十文字ではない。おおポー。モルグ街の黒猫。誰タヌキ乗ってますよ。あ、そうなの ポー。コナンドイルとかじゃないもんな。推理ゲーム。ま、コナンドイルが書いてるかどうかは知らないけど。うん。推理ゲーム。お お、マジで？はあ、お、おわお、お,お乗った。 ねえ、よします。さあ、これも異能力だ。あ、本の世界に入れるとかす、能力か。おぉで、その中で解決しろよってことね。よさのさんも巻き込んじゃった。開ける。え、でも主人公通り動いちゃうんじゃない すぐ解決できるのかわお死んでるえ容疑者じゃんあやばい調整理ができないさあ ドアになんだ ?welcome locked room. 密室へようこそ。また誰か死ぬ。そうか。メガネがあればすぐ溶けちゃうんじゃないさすがに無理か。ああ。 わあ、使えないんだ。おお。うん。 メガネよさのさん好き。あ。えあははは、の、胃能力じゃないことは知ってんのかあはは。<laughs> そうか、知ったらでもきつそうだもんな。なんか崩れちゃいそうだもんね。 そうだね。一からやってみようよ。っ <laughs> わお。結構まずいな <laughs>。めちゃくちゃ可愛いよ、僕。メガネあんま好きじゃないんだけど。いいなぁ。狂の前回。カストリ座指揮者。座誌者ね。書生三上。家族の霊場。 <laughs> うっこうっほう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 。まあ考えてはいるっぽいな、ランパさん。 嗯，嗯、uh，嗯、huh.。Mm. Oh. えああ、まあ無理だな。ああ、じゃあ無理だな。もともとの推理能力の高さ。まあ、それは無理だ。うん。バレるね、そんなことしたら。 僕のやりたかったことじゃない。違うのかうん。ああ。おみこ、思い込みたいんだ、そうやって。ああ、そっかそっか、社長をすごい大切に思ってんだもんね。 誰だあ,あポーだそうなのこれさうん。 なんだっけ叙述トリックの推理なんじゃないの、うん、ああへえランポが羨ましいんだわーおなんか斧持ってんぞ どうか、自分より上の存在がまた羨ましくてしょうがないんだな。帰 <laughs> り討ちにする気かダメだよ、でも、危険な目に遭わしたくない。おううわぁよさのさん ああ、やばいそうだね。身をもって、ランポさんあ。あ、そうなんだ そのメガネで行こう。よさのあきこさん誘ったのは、ランポさんなんだ。おお調整理。これさ、ジョジュストリックで犯人は読者だとか作者だっていう説はえ、戻ってきそう。あ、あ、タヌキが驚いてるぞ。え戻ってきた。 おー。ミスって何おー、かっけえ。なんだおああ、主人公だまあ、よくあることだな。 おー。やっぱりそうだよ。なんかよくあるっていうよね。ジョジュストリックで。支店主が犯人だったっていう。おー。あ、そうね。おー。お うんうん何あうん。 ほ、うん、うん、ええー、なあそこまで読んだのいや俺はもう完全にメタ視点だったぞほんとに。 おーおー思い出すえー、ああ認めてたんだあー タヌキも、タヌキも君の負けだと言っているぞ、ポー。頑張ろうぜ。そうか、そこまで読んでたのか。おー、あえてね。 そういうことにしておこう。いる意味がなくなると思っちゃうのかな <laughs> ま、常軌を逸してるからな、ランボさんは。いいなぁ。よさのあきこさんと、江戸川ランいいなぁ。いい関係。天の魅力、白芸のありて。 オッケー、ランパさんとえー、全部渡しちゃったのおおああケンジ。 ささめ雪を使って、突入するってこと <laughs> どうなるんだろうっていう。なんか、ちょっと不安にしか思ってないよな、私も。いやー、すごいなおあバレたあルーシー。 ああ、対策されてたんだ。なるほど。やばいやばい。助けてあげようよ。あなな、やか <laughs> <お> <laughs> んや。あアンゴ君がボロボロじゃないか。 協力してくれあそうそう京花ちゃんいや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 やりすぎだ探偵社員っすよ 探偵したんですけど。なんでああ、研修中ってことああ。うわあお。あつしでやったやつだな。爆弾のやつ。 んうん。え細工してた割る<う>。ああ、うらしんさ。ああ、そうだね。 そうか。アッシュは人を助けるために身を挺したもんな。さあ、図書館なんだお何するのお、出た。よくある仕掛け。 本棚に隠された秘密の通路。秘密結社がありそうあ、あっ、教習機おささみゆきであ、けんじくんって宮沢ケンだ。思い出した。わーお。できるか ああ、ってなると、アツシしかいないな。ああ、一番辛い仕事だけど、アツシしかいないな。えなんだこいつ うん。OK! さあ、強襲していく、もう動くのかてか、えっ、ヘリコプター掃除できんのなんか、ささめ駅って、でも、相当脳みそのキャパ使いそうだよね。周りのあれと合わせるんだろ なるほど。隙をついて口の中に入る。んなんだあ何を加えてるあれ、京子ちゃんじゃないよなあ、えアクタ田川だ先に潜入してるのかおーアクタ田川と淳、京都ワンチャンあるぜ、これ。 いや、まじかよ。怖くてしょうがないわ、こんなの。さあ、静かだね。ア川タガが殺してるとかも、そんなことはなさそうだけど。うおお、空怖い。ん誰だお もう終わりってことだよ。うん。え何する気モビリックと共に落とす気このクジラ落とす気かうわそういえばそうだルーシーたち おいおいおいいマジかよやりたい放題だうんじゃが あ、えー、っそれしかないな。避難とか言ってる場合じゃない。 やるしかないぜ。はん。おう。うわおフランシスがいる。フランシスは落ちても無事だってことなのかおうん。 わーお、これどっちだいやー、食材のつもりかあえー、改造されたのかわー、おれいてるんだ。でもそうするしかなかった。利用するしかなかったってことかお誰だお王外 オーマイガーアクターガーとぶつかっちゃうぞオ <laughs> ーマイオーマイオーマイおーどうなるんだここで終わるなバカ誰が <laughs> はい、というわけで、えー、見終わったわけなんですけど、いや、ここで終わるなここで終わるんちゃうぞ、本当に。一番いいとこや、ここが。ここが一番いいとこなんですが。 なぜ終わるここで。いやー、マジかよー。まあ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 、僕は続きすぐ見るんですけどね。え <laughs> えリアクションは、リアクションは次の更新日まで待つんだなっていうような感じなんですけど。いや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 、すごいぞこれ。やばいなぐちゃぐちゃだー。マジでぐちゃぐちゃ。ちょっと暗いから顔が暗くなってんだけど許して。うん。いやー、やばいなー。マジで。これマジでどうなっちゃうんだろう。 おわ、ていうか、アクタガーとさ、こうぶつかったじゃん。アツシが。いやー、ちょっとお互いまだバチバチなまんまで守れそうにないってことは、アクタガーが従う気がないってことだろう。あれはどっちなんだオーガイ先生は分かっててアクタガーを投入したのか、まあまあまあ和解するだろうと思ってアクタガーを投入するのか、ど、どっちなんだろう まあでも方法としてはやっぱり一番攻撃力が高いのは芥川だから、まあ破るなら破るで芥川なら何とかしてくれるだろうっていうことなのかどうなのか。いや、和解を読んでいるのかどうなんだろう。うん。多分、王外先生のことだから読んでるんだよね。太宰がここまで動くってことは。だからこそ、芥川も一緒になんか合わせて投入した。王外さんの意図がわからんな。だって、これ失敗したらだって、白撃落ちちゃうわけだからね。 いやー、マジでわからんくなってきよったぜ、ほんとに。いやー、やばいっすね、これマジで。めちゃめちゃおもろいな、本当に。いや、どうなっちゃうの、マジで。いやー、すごいっすね、これ。いやー、もう、マジで、もう、気になる続きがもう、ずるいよ、マジで。見たい、早く。いやー、もう本当にに、楽しんで続きを見ていこうと思うんですけどね。いやー、やばいな。よかったな。前半もよかった、前半も。すごいよかった。 前半のこのランポさんの話とかもすごい良かったよね。ランポさんが誘ったんだ、よサ野ア子さんを探偵者に。いいね、いいね、いいね。うん、めちゃめちゃいいな、素敵だな、というふうに思いますね。いや、いいな。ランポさんと、ね、よさのさんのこの関係もいいんだよ、マジで。いやー、なるほどね。てか、そこまで推理できたのか、あれだけで。すごいな。僕は本当に完全にメタ視点だったよ。 これで犯人の候補がいないってことはもう主人公絶対無理ってなったらもう主人公というか読者ぐらいじゃねっていう風に思うよね。だからこの世界に犯人はいないっていう方が正しいのかなと思ったら、まあランポさん本人というか主人公だったんだね。なるほどなるほど。でもよくある手口らしいですよね。推理小説だったら呪述トリックで視点主が犯人っていうのはね。あーいやーでもいいね。なんかランポさんが人を認めるっていうこともあるんだね。なんか君だけだったぞと。幸せを変えたのは。 いや、いいなぁ。そんなこと言いつつも、ま、あ異能力者ではない一般人とは格好つかないからっていうとこもね、なんか、全部が全部乱歩さんらしくていいんだよね。なんか、格好つかないだろうみたいなのもね。あいいなぁ。でも、メガネよさのア子さんもすごい良かった。メガネよさのさんもめちゃめちゃ可愛かった。いいなよさのさんに、樋口さんもう、二大巨頭ですね。超可愛い。っていうかもうみんな可愛いんだけどさ。うん。 まあ、あるあるだよな。イケメンだらけの世界観の世界の女の子みんな可愛いっていのはもうあるあるだからな。ああ、でもいいな。ああいうかっこいい人好きなんだよね。メガネも似合ったな。本当に僕割とメガネアンチなところあるんですけど。 いや、ヨサノさんのメガネ姿はすごいいいなというふうに思います。いやー、いいね。はい。というわけで、まあ、そんな感じでね、次回も楽しみなので、次回も楽しんで見ていこうと思います。はい。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。ランポさんとか、ヨサノさんとか、モビーディックとか、なんかあのね、おじさまとか、あつとか、白く川とか、どうなるんだとか、いろいろコメントお待ちしております。以上、文語ストリートクス第22話でした。バイバイ。